はいどうも皆さんこんにちは、ブリムリです。本日は5月22日日曜日に東京競馬場で行われます G1 優秀牝馬オークスの1週前段階でのお話をやっていこうと思います。でまずこの動画では、私が考えるオークスの傾向特徴について、簡単にお話しした後、今回は上位人気3頭をサークルオブライフ、スターズオンアース、そしてアートハウスの、見解についてお話しします。でその後に私が、それ以外で推したいなと思っている馬2頭について、お話ししていこうと思います。でまず過去5年のオークスで3着以内に好走した馬の位置取りと上がりタイムっていうのに着目していくと、位置取りはやや差し馬が有利な傾向があるかなと思います。でまた、このオークスっていうのは3歳牝馬にとって大体の馬が、初めての 2400m っていうレースなんで、結構ペース緩んでるのかなと思ったんですけれども、ペースはそんなには緩んでないですね。なんでスローからの瞬発力勝負っていうよりは 2400m をしっかり走り切るような、長くいいシチュエーションを使う持続力っていうのが問われる印象でございます。であと過去5年の、オークスにて上がり最速の背足を使った馬に着目していくと、そんなに、馬券には来てないかなという印象です。でこれ過去5年の、上がり最速馬出してて、いや1着3頭おるやんけって思われるかもしれないんですけれども、これ場面を見るとデアリングタクト、ラブゾンリユー、アーモンドアイっていうところで、その規格外の馬はそれは来るやろうっていうところなん でそういうところを考えると、基本オークスで上がり最速を使う馬っていうのは、例えばタガノパッションとか、あとは、ソウルスターリングが勝った年のディアドラとか、そういったところで、後方からいい素足使うんだけれども、ちょっと届かず4着みたいな、そういう馬が、多い印象ではございます。なんで究極の、そんな早い上がりはいらないかなという印象ではございます。続きましてオークスで、高速する走法というのに着目していこうと思います。でこの表は、横の方向に、客室ですね、逃げ先行、差し追い込みっていうのを、取って、で縦の方に、走法ですね、まずはストライドが大きいか小さいか、ストライド走法かピッチ走法かってところで、その中でも、飛びが、スピードタイプ、飛びが軽めの馬なのか、あるいは、力強さのあるパワータイプなのかっていうところで、分けてそれぞれ細した馬っていうのを上げてるんですけれども、歩幅の大きさっていうのに着目していくと、やっぱりストライドが大きい馬の方が構想してるかなと思います。でもちろんそのデアリングタクトとかめちゃくちゃ切れ味がある差し馬っていうのは来るんですけれども、やっぱり 2400m っていう距離っていうところで、1カンポあたりの距離を稼げる、ストライド走法馬の方が有利なのかなと思ってます。あと飛びが軽いか、あるいは力強さがあるかっていうところなんですけれども、これはそこまで関係がないかなというふうには考えてます。もちろんアーモンドアイとかラッキーライラックとか、そういった飛びの軽い馬っていうのも構想してるんですけれども、例えば一昨年のウィンマイティなんかは非常に力強い、走りをする馬なんですけれども、結構人気薄で構想したりとかがあるんで、そんなに飛びの軽さっていうのは、関係がないかなと思ってて、どっちかって言ったらストライドが大きい、しっかり 2400m を、走り切れる能力がある馬がいいんじゃないかなと思ってます。でもう一回この構想した馬を上げていくと、やっぱりどの馬も、それ以降、マイルを主戦場とした馬っていうよりは、どちらかって言ったら 2000m とか 2400m で構想してる馬が多いんで、私はオークスに限っては 2400m への適性っていうのもしっかり求められるレースなんじゃないかなと思ってます。でそれらを踏まえて、まず一番人気サークルオブライフの見解についてお話ししていきます。でサークルオブライフは桜花賞でめちゃくちゃ走りが良くなりましたね。それまで例えば、阪神ジュベナイルフリーズなんかではあんまり足を伸ばさずで、かつ高まく上がらないっていう、どっちかって言ったらパワータイプのピッチ走法馬っていう感じだったんですけれども、ピッチ走法っていうところには変わらないんですけれども、まず首の位置使い方っていうのがそれまで高かったのが、すごく低くなって、でかつダイナミックに振れるようになりますし、また足さばきってところでも前足と後ろ足のトップスピードに乗った時の伸び幅ってのが非常に大きくなってて、このサークルオブライフ、正直こんなに切れる馬だと思ってなかったんで非常にびっくりしました。で先ほど阪神ジュベナイルフィリーズのお話したんですけども、チューリップ賞でもジュベナイルと同じくどちらかといったらパワータイプの走りをしてて、1ヶ月であれだけの変わりを見せたっていうのは、やっぱり競走馬の成長力すごいなと思いましたし、この馬の能力、そして陣営 の尽力っていうところでも、非常に、もう本当に感動したなという、レースでした。でこの馬は阪神ジュベナイルフリーズ勝ちがあるんで、もう自力は言うことがないですし、あともともとこの馬はマイルは短い、オークス向きっていうふうに言われてた馬なんで、総で一番人気ではあるんですけれども、正直サークルオブライフあんまりつける資格はないかなと思ってます。ただ1点引っかかるのは、先ほど桜花賞で、かなり、前足が伸びて、首も大きく使えるようになったというふうにお話ししたんですけれども、これは芝の両方までのスピード勝負っていうのに、対応できるようになったというふうに考えてます。で今年のオークスは結構週中の雨が降って道あるっていう可能性もあるんで、道あるを苦にする可能性もあるんじゃないかなというのが、ちょっとした不安でございます。続きまして、想定2番人気のスターズオンアースでございます。
で、スターズオンアース走りとしては、まあ、飛びが軽くて、で、ストライドが大きい、馬でございまして、スピードに乗ってワンペースで運ぶ、競馬が、上手な馬なんじゃないかなというふうに考えてます。で、ただ、そういった馬なんですけれども、桜花賞は直線で進路が狭まって一回ブレーキをかけるっていう不利がありました。で、この馬はとにかく大飛びワンペースの馬だと思うんですけれども、そういった馬って一回直線でブレーキをかけてしまうと、再加速するまでに時間がかかる馬が多いです。というところで、スターズオンアース桜花賞はかなり向かなかった競馬だと思うんですけれども、最後、完璧な競馬をしたウォーターナビレラを差し切ったってところで、私は素直にスターズオンアースが桜花賞では一番強い競馬をしたというふうに考えております。で、まあ、スターズオンアースは、まあ、とにかくストライドが大きいんでオークスにも向いてると思うんで、まあ、この馬はまあそんなに資格は正直ないかなというふうに考えてるんですけども、唯一の不安は、2400m っていう距離かなというふうに思います。で、この馬、まあ、これまでのレース見ても壊滅的に折り合いをかくような馬ではないんですけれども、これまでまたがってきた石橋周騎手、横山武史騎手、そして、前走の川田優雅騎手、いずれも結構ハミを道中短く持って いらっしゃったんですよね。で、まあ、先ほど挙げた石橋騎手、横山武史騵手、川田騎手は、まあ、普段から結構手綱短めに持って、どっちかって言ったら馬にハミをかませるような騎手なんで、まあ、そのスターズオンアースだからそういった乗り方をしたわけじゃない可能性もあるんですけれども、まあ、そういったところでそんなに折り合いが万全ではないのかなというところで、 2400m の距離延長に若干の不安はあるかなと考えています。で、続きまして、想定3番人気のアートハウスでございます。で、この馬は、まあ、ちょっとスターズオンアースと走りは似てて、前足をきれいに伸ばしてストライドが非常に大きく伸びるスピードタイプの馬でございます。で、この馬は、まあ、正直出走メンバーの中で一番飛びが大きくて、で、きれいな走法だなというふうに考えております。というところで、まあ、ストライドが大きいというところで、オークスという舞台もかなり合ってる馬だと思います。で、あと、まあ、前走忘れなぐさ賞1着なんですけれども、まずこの忘れなぐさ賞勝ちの馬はラブズオンリーユーとか、あと一昨年のウィンマイティとか、結構オークスでも好走する傾向がございますんで、まずいいレースを勝ってきたなというところ。あと、この忘れなぐさ賞、まあ、そんなに頭数多くなかったんですけども、この馬抜群の手応えから道中ちょっとわざとかな、バグに突っ込ませてそこを伸びるっていう競馬もできてて、新しい経験もしつつで、かつちょっと川田騎手おったんですけども、まあ、それ以外ほぼ馬なりでの5馬身差圧勝でございましたから、能力は、素直に高いと見ていいと思います。ただもちろん、上位人気3頭の中で実績面が一番乏しいってところで、まあ、不安要素も大きいかなというふうには思ってます。で、まずこの馬は、まあ、スターズオンアースともちょっと被るんですけれども、これまでそんなに手綱をこうブランブランで乗れるような、まあ、折り合いが抜群の馬ではないんで、母さんが秋華賞2着のパールコードってところで、まあ、2000m っていうのはいいと思うんですけれども、 2400m をこなせれるかなというところがまず不安です。あと、この馬は去年2000名のエリカ賞なんですけれども、この馬、どちら 3,4 番手くらいを先行して、で、結構いい手応えで直線向いたんですけれども、そこで、内から外のヘリオスにすりかけられた時に、なんか加速が鈍ったっていうか、ちょっとひるんだような面がありました。バグに包まれるってところには、まだ不安がある馬なんじゃないかなと思ってます。で、ここからは私が上位人気3頭以外で押した馬2頭を紹介していきます。まず押した馬の1頭目はピンハイでございます。ピンハイは走りは結構前足が綺麗に伸びて、で、かつストライドも大きい、まあ、スピードタイプの馬かなというふうに見てます。なんでオークスっていうのは結構ぴったりかなと思ってます。で、あとこの馬、キャリア参戦いずれも結構馬群の狭いところをついてくる競馬でございましたんで、あと馬群を縫える根性っていうところ、あと器用さっていうのもある馬だと思います。あとこの馬走り見ていくと結構頭が高いんですよね。で、頭が高い馬ってその相対的な瞬発力とか、トップスピードっていうのはちょっと出しづらいっていうところはあるんですけれども、道歩が上手い馬が多いと思うんですよね。そういったところで、まあ、今回馬場が渋りそうなのもピンハイにとってはいいんじゃないかなと思ってます。で、まあ、このピンハイはミッキーアイルの産駒ってところで、まあその産駒が 2400m 持つんかってところは私非常に不安ではあるんですけれども、このままレースだけ見ていくとちゃんと 2400m をこなせるんじゃないかなと思ってて、まず結構このまま抜群にお礼がつくんですよね。で、またこのまま絶対に出遅れるんですよね。ってところで、まあ、今回もまず後ろからの競馬になると思うんで、そういった後ろから素足を貯める競馬をすれば 2400m こなせるんじゃないかなと、期待して、まず1頭目の押した馬にあげました。押した馬の2頭目はルージュエバイユでございます。で、ルージュエバイユは前足を結構叩きつける感じのパワータイプで、ストライドは大きいっていう、そういう馬でございます。なんで、まあ、その究極の時計勝負は向かないんですけれども、長くいい素足が使える馬だと思います。あと、まあ、そういったパワータイプってところにもあって、でかつこの馬首もちょっと高めなんで、道悪もうまいんじゃないかなってところで、道悪で行われるオークスっていうところに限ってはルージュエバイユ、このメンバーの中で一番適性があるんじゃないかなと思って
ってます。であとこれはめちゃくちゃ強いなと思ったのが前走フローラステークスで、フローラステークスはまあ残り 200m、まあ、150m くらいまで前がめちゃくちゃ壁になってたんで、それでいてフローラステークスってあのパーソナルハイが結構離した逃げ打ったんですけれども 1000m 通過が60秒3っていうところで、そんなに速いペースじゃなくて、でも道あるってところもあって前有利のレースを超絶前が壁っていうのをかましながら、最後6着まで、追い上げてきたってところで、私フローラステークスで一番強い競馬をしたのはルージュエヴァイユだなと思いましたし、まあ、今回、能力もしっかり通用する馬だと考えてます。あとまあコラマがいいなと思うのが、コラマもピンハイ同様めちゃくちゃ出遅れる馬っていうのもあるかもしれないんですけれども、コラマ抜群に折り合いがつくんですよね。でまあストレートが大きいっていうところも、考えると 2400m にこのメンバーの中で一番適性があるのもこの馬だと思うんで、まあ、今回一周前段階ではあるんですけど、本命はルージュエヴァイユにしようかなとは思ってます。以上で一周前段階でのオークスの動画終わります。1週間頑張って予想していきましょう。ご清聴ありがとうございました。バイバイ。